はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv。お届けするのは、佐久間ゆうごでーす。毎日、人生に役立つ情報を、一発撮りで、配信しておりまーす。はい。てなことで、今日から新しく、お題が変わります。今日からは、10代がしておきたいこと。こちらのお題に沿って、30回くらいにわたってお届けしたいと思います。本日一発目のお題は10代に失敗なんてない。こちらのお題に沿って読み上げていきたいと思います。10代に失敗なんてありません。勉強で悪い点を取ったこと、試合で負けてしまったこと、告白して振られてしまったこと、どれも失敗のように見えますが失敗ではありません。取り返しがつくからです。10代は希望にあふれる時期です。間違えても負けても振られても二度とチャンスがないわけではありません。10代にはまだたっぷり取り返す時間があります。やり直しのチャンスもいくらでもあります。むしろ失敗することで改善点が分かりました。10代のあらゆる失敗は全て成功につながります。という意味で10代に失敗はありません。行動すればすべて成功です。では失敗とは何でしょうか。本当の失敗とは失敗を恐れて行動しないことです。何も行動しなければ何も得られません。ただ無駄な時間を過ごすだけです。これが一番良くないのです。失敗を恐れて行動しないことが一番の失敗です。10代が失敗を恐れるなんて、怖がるなんてナンセンスです。たくさんの成功を手にしたければ、とにかくたくさんの行動を心がけましょう。恥ずかしがってはいけません。控えめになってもいけません。何事も自分のためと思い積極的に当たりましょう。さまざまな経験を積むことができた、たくさんの成功を手にできるのです。今日の格言、すべて成功だと考える。今回のお題もいいですね。アラサーの自分にも今とっても響く言葉。この10代シリーズも10代に限らず20代、30代、40代、50代年齢問わずにやっぱ学ぶ、たくさん勉強できることがたくさんあると思うので、毎日チェックよろしくお願いします。YouTube チャンネルも登録お願いします。それではまた。今回もご清聴いただきありがとうございました。良い週末を。